小沢久太郎は、昭和期の日本の内務官僚、政治家。参議院議員、郵政大臣を歴任。千葉県市原郡鴨村出身。第一高等学校を経て、1927年に、東京帝国大学工学部土木工学科を卒業、内務省に入り、土木畑を歩む。特別調達庁促進局次長、近畿地方建設局長。 経済安定本部建設交通局長、経済審議長審議官などを歴任した。1953年の第3回参議院議員通常選挙において自由党、公認候補として全国区に立候補して初当選、保守合同以後は自由民主党に属する。1959年の第5回参議院議員通常選挙以後は、距離のある、 千葉県選挙区に移り二度の当選を果たし、参議院議員としては、通算3回当選した。参議院議員運営委員長、建設政務次官、自民党副幹事長などを歴任後、第二次池田内閣で、郵政大臣を務めた。1961年には、道路教工学論で、工学博士を授与された。その後、自由民主党千葉県連会長を務め、 君に当局日、重光明を授与されたが、1967年9月18日に、病気のために、療養先の熱海国立病院にて死去した。66歳没。ありがとうございます。